9 o'clock on a Saturday, the regular crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. Yeah.
Thank you.東京ドームのビリージョエル、いかがでしたか？いやパワフルでしたね。バックバンドのタイトな演奏、そしてマイクパフォーマンス、何をとっても見事なライブでございました、この時ビリージョエルは57歳、見た感じはね、若い頃とはだいぶ変わったんですけども、でも精神的には全然親父になることなくですね、ロックスピリッツを持ち続けているというところが、もう彼の本当のかっこよさの魅力だと思います。それにですね、普通こういった大御所のライブになりますと、やってほしいスーパーヒット曲をやってくれなかったりするんですけども、今回のこのライブはですね、もうかゆいところに手が届くという素晴らしいヒット曲のオンパレードでございました。最後に演奏しましたピアノマン、この曲は小さい頃から知ってたんですけども、僕が中学生の時にですね、ラジオから流れてくるピアノマンを聞いた時に、歌詞の意味も全くわからないですよ。ですがなんか泣けてきたんですね。特にサビのメロディーのところは本当に胸がキュンとなります。そして、桜桜とかですね、上を向いて歩こうなんかもイントロに上手に溶け込まして、うまいことアレンジしてるなと思いましたが、まさに営業上手、お客さんのことを考えてサービス精神も旺盛なビリー・ジョエルでございました。さてそろそろお別れの時間になってしまいました。永遠のロックンローラービリー・ジョエルのライブはいかがでしたか？いや僕は今度来日したら絶対に見に行こうと思っております。